はい、集中しましょうね。僕がやっていい？おうほう、はい。もうそのまま流すの？そう。実際一応外にあれスタンドあるけど。え、すいません。ツイキャスでここにコメントが来るので、はい、別に拾ってもいいし拾わなくてもいいので、うん、私が拾ってもいいし、はい、まあお任せします。今配信中です。え、あ、びっくりした。大丈夫かな。マイクチェックするので、はい、喋ってもらっていいですか。あ、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 いうえお、あ、じゅんさんが、じゅんさん、はい、はい、はい、じゃあカリナさんも、はい、あいうえお、整理して。これ16時。16:30になりましたって言った方がいいですか。まあ言っても言わなくてもいいですよ。僕言ったことない。なんかそこの文言はもうお任せしてます。あ、はい。え、インスタってライブ配信やり方俺もう忘れちゃった。一応なんか。いっか。なんかここの、あの、あ、ここの横を押す、あの、こうやってやるとライブとかっていうのが出てきます。見つけました。うん、え、な、お、俺が大きくても、カリナさんが大きくないとな。いか。もういい？はい。もう、ライブ流しといた。で、あ、ライブ配信中ですって。準備 OK だったら、始めていきます。はい、はい、じゃあ。どうしよう。大丈夫。はい。大丈夫、大丈夫。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、行きます。はい、どうぞ。はい、16:30になりました。カリナの輝く地球チャンネルです。ちょっと余計なことしないで。大丈夫、マイク大丈夫なんで。はい、すみません。行きます、もう一回。はい、どうぞ。はい、16:30になりました。カリナの輝く地球チャンネルの時間です。この番組は心と体と自然と向き合う癒しの集いのチャンネルです。プロの癒しセラピスト、占い師さんたちをゲストでお迎えしながら、人生がうまくいくヒント、心身にいいことなどをお届けしてまいります。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com。また、FM ギノワンでは、ツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。そして、サイマル放送も始まりました。スマホの場合は、リッスンラジオ、リスラジから、パソコンでお聞きの方は、FM ギノワン、ホームページに再生ボタンがあります。この後17時までよろしくお願いします。はい、まず私の自己紹介なんですが、シャイニングアース輝く地球カリナとして、ヒーラーとボディセラピストとして活動してます。サロンは持たずに出張でホテルや ご自宅に訪問、または自宅はちょっとという方には沖縄各地のシェアサロンにて施術しています。はい。大丈夫ですかね。はい。はい、ということで。はい。初めてすみません。とっても緊張してます。初回は収録ということで、はい、いつもは、ね、生放送でお届けする番組になっております。はい。カリナさんよろしくお願いします。で、カリナさんはジュンさんのね、はい、ユリンク沖縄のジュンさんからご紹介いただいたと思うんですけど、はい、今日のゲストはまさかの、まさかの。はい。本当にとか言って。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、はい、すいません。お二人はどういうつながりとかってあるんですか？このセラピストさんとかが集まる、そのシェアスペースがあってね、はい、そこでカリナさん、いろいろお勉強だとか、なんかそういうので、
来てて、はいうん、でここコミュニティになってるから、はいうん、それで僕のねあの、うん、番組あの今回から30分になってますけど、はい、その後ろ30分使ってくれる人を少し探して、うん、でカリーナさん声かけたら結構即決でね、はい、していただいて、うん、助かっております。あすみません僕自己紹介からしたいんですけど、はい、4時からね火曜日4時から、ラジオやっております、トーマと申します、番組は、ユリンク沖縄といってねあの心と体と魂を癒すっていうテーマで、いろんな切り口で癒しの、情報をお伝えしている、番組になっております、今日はカリーナさんにゲストとして呼んでいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はいはい、出産おめでとうございます。あ出産、はい、もう待望の第一子が生まれましてねやっと、うんはい、もう可愛くていろんな人に自慢してますね、うんはい、カリーナさんもねうちの子見てますけどね、はい、一回見に行きました。とっても可愛かったです。もうちっちゃい人間でしたね。なんかとってもちっちゃい人間。ちっちゃいんですよ、あいつは。あいつはちっちゃいやつね、とか言って。生まれたのは3000とちょっと、3670ぐらいだったかな。ほんと可愛いですね。うん、もう親バカっぷりも見てきました。可愛、ね、いね、可愛いねってやってましたよね。褒めて褒めて育てる感じですね。そうそうそう君世界一可愛いね、賢いね、最高だね、君とか言ってね、ずっと。ミルクしても、ゲップしても、うんこしても、しっこしても、全部褒める。ね、もう素晴らしいと思います。素晴らしいって、うん。いいのか悪いのか分からんけど。でね、また奥様もお母様もみんなで協力し合いながら子育てもとっても素敵なご家族だなと思って、うん、ありがとうございます、うん、なんとかやっております、うんうん、あ、志保さんだ。あ、ごめんなさい、はい、あのインスタライブのね、はい、ザースでどうしましょう。今日はなんかこの輝く地球チャンネルの、今悩みがある方とかに勇気づけるような、なんか人生がうまくいくようなヒントとかお話ししていけたらなと思ってるんですけど。あ、素晴らしいですね。はい、なんか、淳さんうまくいくコツとかありますか？まず、うまくいくコツっていうのは、そんなに僕はなくて、基本的に、いろんな大変なこととか起きる前提で生きてるから、うん、まあ、なんていうかな、うん、ハードルはあって当たり前で生きてる方が一応ストレスは逆に少ないかなって思います。うん、あとは、やっぱ言葉に気をつけることで、悪口とか、うん、人を揶揄することだとか、貶めるとか、うん、やっぱり、言葉っていうのは思考が反映されている、いますよね。うんうん、だから、いつも、そう、なんていうかな、人に不快に思われないようにとか、あとは自分が勇気づけられるようにとか、人が勇気づけられるように、うん、人を褒めたりとか、うん、そういう言葉を使ってると、だんだん心もね、うん、考え方も、うん、ちょっと、なんていうのかな、前向きになるのかなと思って、言葉気をつけてるかなと思います。うん、言霊ですね。そうそう、言霊ですね。カリナさんは、なんかそういうのありますか？私もなんか、結構波乱万丈な人生送ってきてるんですけど、はい、最近気づけたのが、なんか違和感っていうのが、はいはい、うん、気づけっていうのがなんかたくさん詰まってるなということに気づいて。あ、素晴らしい。うん、そう、違和感って大事？違和感大事です。うん、なんかよくね、みんな自分のことがよくわからないってね、うん、なる方多いんですけど、私もね、その一人なんですけど、なんか、なんて言ったらいいんですかね。はい。まあ何かの表紙で、ちょっと、
心がもやとか、はい、なんか感じたりするやつですよね、違和感って。で、一度停滞して、はい、なんかね、はい、なんていうんですかね、うん、そのあとに素晴らしいことは絶対待ってるので、一度ちょっと立ち止まって、よく考えて、うん、ちょっと違うことしてるなとか、うん、なんか何かうまくいかないことが進まない、うんうん、進まないくなると、はいはい、ね、ちょっと待ちなさいっていうねメッセージだったりするので、そうですね、わかりますよ。まあ、いろんなことで起きますけど、うん、ね、自営業とかね、仕事してる人だったら特にいろんなことあると思うんですよ、うん、なかなかうまくいかないなとか、うんうん、僕が勉強してる古神道っていうね、はい、日本の神道のことでもね、なんていうかな、やっぱうまくいってる時ってすっきり爽やかなんですよ、はい、うん、状態が、うん、でやっぱ何かしら溜め込んでるものがあるとか、うん、言えないものがあるとか、疲れとか何でもいいですけど、うん、そういった気がかりっていうのが汚れと呼ばれるんですけど、うん、気がかりがあるとやっぱりね、違うよなと、何か感じるきっかけにも なりますからね、うん、あ、この道じゃなかったんだ、ちょっと待てって言われてるんだ、うん、っていうことでね、また気づきにもなりますからね、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、うん、でね、あと私なりになんか、うん、うまくいくのが、はい、なんか目の前にある物事を常にピカピカの状態にしておく、面白い、はい、はい、もう普通のことなんですけど、部屋のお掃除だったり、はい、そう、あと溜まってる溜めがちな物事、はい、とやらないといけないことをしっかり整理しておくことで、もう本当にスピードは速いです。なんかうまくいくところに行く。そうで、無駄な行動の癖、はい、悪い習慣や、もう自分自身にプラスになるような人間関係を築くこと、うんうん、で一番も自分を大切にすることですね。うん、打ち与えと言いますかね、打ち与えなんか自分を大切にするって、うん、はい、なんか結構ふわわんって自分の中にしてて、はい、何を自分なんか大切にするってどういうイメージがお二人にあるのかなって。うん、なんか難しいですね、自分の大切、なんか自分の、まあちょっと自分に対してわがままになっているよとか、そうですね、なんか自分を大切にするって意外と自分でもわからないなと思いつつ、僕から、うん、あ、はい、僕自分のことがめっちゃくちゃ大嫌いだったんで、はい、うん、若い頃はもう底辺だと思ってたんで、よくわからんけど、うん、全ての底辺だと思って、意外、なんか自分を愛するとかそういう言葉聞いた時に、うん、かけ離れすぎてて、もう気持ち悪いわけ。うんうん、自分を愛するっていう言葉が、うんうん、何それ気持ち悪いみたいな、うんうん、意味わからん、うん、って感じだったんですけど、だん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 そのメンタルとか勉強していって、うん、自分を大事にするっていうことの第一歩は、やっぱり、いい日を過ごせるようにするっていうのが大前提で、うんうん、そのためには、小さな小さな幸せとか、小さな喜びとか、うん、小さな、あ、よかったっていうことにいっぱい気がつくこと、うんうん、それがまず第一歩だと思ってて、うん、それができるようになったら、あ、今日もいい日だな、今日はこんな風に過ごそうかなって言って、うん、そのカチコチになったね、うん、感性から解放されて、ちょっといい感じに過ごせたりするかなって僕は思いますね、うんうん、なんかあれですね、ちょっとちっちゃいことから、はい、なんか自分を大切にするって、うん、なんか、まあ、ちょっとわがままかなとか、あ、自分の意思を通すとか、はい、あるいはなんか最近
自分は変わりたいって思ってても、はい、結構なんかあそのままでいいんだよって言ってくれる人もいるじゃないですか、うんうんうん、それって本当になんかその人の自分のままでいたいっていう気持ちなのかなとか、うん、なんか難しいなと思って、うん、なんか自分を大切にするってねなんか自分が気持ちよく過ごせれば一番いいのかな、うん、あだと思います本当、うんうん、そうで私もなんかもう自分に自信がない日々をずっと過ごしてたんですけれども、いい子でいることをやめなさいってよくこういうセラピストさん、占い師さんたちによく言われてました。そう。やっぱ気にしんじゃないですか、きっと。あ、そうですね。そうですね。人にどう思われてる。そう、気になっちゃう人が。ね、多いですね、多いですよ、ね、こんなこと言われたらどうしようとかね、うん、しょっちゅう思ってましたね。そういう時期ありました。私、ね、今ないです。あ、すごい。ない、あんまり。なんか生きづらい人って多分、うん、その周りからの目がすごい気になったりとか、うん、そういう人多いのかな。多いかもしれない、なるほど。気にね、はい、そう、どうそこから抜けれました。なんてあ、僕は人に嫌われてもいいって思いながら生きるようにしました。そのしかないですよね。そうそう。あとは、あの自信、あの僕は自信がないことについて悩んでたけど、ある日、まあ、結論が出て、自信がなくて何が悪いんだって思うようになったんです、うんうん、自信なくて悪いことは何もないと、うんうん、いうふうに生きてたら誰かに何か言われてどうしようとか、うんうん、そう思うことがとても減ってきて、うんうん、そしたらね、いつの間にかだから自信があるような自分になってました、うん、だから自信なくても全然悪くないし、嫌われてもいいし、うんうん、でもじゅんさんを嫌ってる人一人も見たことないです。癒し系ですよね、男性ですが。怒ってるのも見たことないし、穏やかで、うん、ありがとうございます。ここで一回 CM に行きたいと思います。はい。じゃあ今ちょっと CM 行った手になるので、はい、めっちゃ残りがね、10分もないんですよ。あ、本当ですか。あ、もうないんだ。だから一応まとめだけ、うんうん、なんかまあこんな番組にしていきますみたいなのを最後にちょっと、はい、あのもう一回説明していただければ、もうもう今回は自己紹介みたいな、番組の自己紹介みたいな感じなので、はい、まあ、これからこういう番組にしていきますとか、あ、はい、ちょっと待ってくださいね。読んでいいですか。はい、で、ちょっと10分しかないか。意外と30分で。早いですね。うん、声震えてます、私。あ、大丈夫です、全然。落ち着いてますよ。僕はなんか久しぶりのラジオでそわそわしてる。うん、あ、そうですよね。あ、これ流れてる。あ、そうそう、これ流れてる。じゃあ、後半ちょっと話して。イベントのちょっと告知の方もしたいんですけど。あ、もちろん、もちろん。最初にそれやってもいいですし。はい。時間も。残り3分ぐらいになったら、ちょっと3分まで、はい。はい。はい、どうぞ。はい、はい、CM 明けですね。はい。うん。イベントの告知がカリナさんからあるということですね。先に、はい、はい、来る8月の25日日曜日に、1時から18時に、私イベントの主催もやっておりまして、うん、GRG 那覇東町ホテルさんの方で、季節を楽しむイベントというのをやっていて、いろんな占い師さん、セラピストさん、キッチンカーの方も来ますので、またこちらでも勇気づけられたり、なんかもうすごい優しい、とても、なんていうんですかね、一生懸命なセラピストさんが集まってますので、ぜひ癒されに、なんか占いも楽しみに来ていただきたいです。はい。何時からやるんですか？あ、ごめんなさい。1時から、夕方の6時までですね。結構楽しみますね。はい、楽しみますね、一、はい、日中、うん、はい、よろしくお願いします。はい、はい、カリナさんはそこでマッサージとかのブースですか？はい、ヒーリングと、うん、あ、そう、
私、そう、ごめんなさい。はい。ヒーラーとボディセラピストとして活動してまして、で、このイベントの時にですね、ヒーリングってまだよく分かられてない方ね、うん、いっぱいいるんですけれども、うんうん、はい、で、私のヒーリングは、結構浄化に特化したヒーリングをやってまして、で、ちょっと人の体が触れていくと、心理状態とか、体の状態とかが、透視で分かってくるので、で、なんて言うんですかね、このアドバイス、良くなるためにアドバイスとかをしていってますので、で、心も体もすっきりして変えられ、みんな元気になって変えられるので、ぜひ、うん、はい、試してください。はい。一人どれくらいの時間を取られるんですか？お試し。だいたいもう20分から30分とかですね。あ、うん、あ、でもすごい。はい。イベントでは、短時間でやってます。すごい。普段はどれくらいなんですか？ 1 時間とかやってますね。じゃあ気になる方はね、また、カリナさんのサロンとかで。はい。かれてもいいですね。あ、そうなんです。私、サロンを持ってなくて、出張で、あ、そっかそっかそっか、どこまでも飛んでいきますので、すごい、はい。ちなみに、はい、我が家もお世話になってました。あ、そうですね。本当にありがとうございます。妻も、はい、ね、うん、陣痛出産、はい、いろいろ経て体ガッチガチで、もうカリナさんにお願いしてね、はい、とても助かってますね。ありがとうございます。で、僕が、そうそう、いろいろアドバイスも受けてね。はい。はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、じゃあそういうイベントが開催されると、はい、いいですね。はい、8月20何日25日、25日曜日です。はい。ということで、カリナさん主催もやられてるんですね。はい。はい、忙しいと思います。はい。ね、出店者もお客様もみんなで楽しむ、イベント。ちょっと緩い感じのイベントなんですけれども。はい。ぜひ遊びに来てください。はい、うん、ということで番組も残り 4,5 分になってきておりますが、はい、早いですね。早いですね。あっという間ですね、これね。これからも癒されて楽しめて面白くてまた聞きたいなと思うようなチャンネルにしていきますので、少しでも多くの方に、ね、勇気を持ってで前に進めれるようなアドバイスがしていけたらなと思ってます。はい。素晴らしいですね。ゲストさんも呼ばれる。そうですね。ゲストさんいっぱい呼んでいきたいと思います。ゲストさんも募集してます。次回は決まってるんですか？まだです。楽しみですね。いっぱいいますよね。なんかね、仲間たちが。そうですね。素敵な、このセラピストの仲間いっぱいいるから、うん、どんどん。ね、うん、いいと思いますね。うん、ですね、皆さん結構なんていうの、種類が違うって感じなんですか、そのコミュニティの中で。そうですね、うん、いろんな方がいます。カードで占ってあげたり、オラクルカード、タロットとか霊視ができる方もいるので、うん、面白いんですよ。方がいらっしゃるんですね。そうそう、なかなかレアですね、うん、そういう方々に会えるっていう、うん、ね、なんかなんていうんですかね、はい、うんうん、前に進めるね、ヒントがもらえるんですよね、占い師さんね、本当に。占いとかでいろんな自分のことにいっぱい気づけるんだよね。うん、そうですね、うん、なかなか自分のことも客観視して見れなくて、はい、実は思い込みだったとか、うん、自分ってこういう人間だよなって思い込んじゃうじゃないですか、人って、はい、なんかそれをちょっとアドバイスいただけると、なんか、うん、実は自分って全然こうじゃなかったんだって気づける方もね、うん、いると思うので、ぜひ。お便りとかも全然募集してますか？お悩みとか。あ、そうですね。うん、いっぱい、なんか、質問とか、いただけたら嬉しいです。ということなんで、ぜひ皆さん、カリナさんにご質問ある方、FM ギノワンにメールでもいいですし、カリナさんのインスタグラムとかもぜひ見ていただいて、はい、そちらに DM でも構わないと思いますので、よろしくお願いします。待ってます。はい、で、これからはまた8月スタートの番組ということで、はい、そうですね、はい、ラジオ始めようときっかけとかって最後にちょっとお聞きしてます。はい、
ね、じゅんさんにも聞かれたんですけども、喋、うん、りがめちゃくちゃ下手くそなんですよ。人前で喋ったり、下手、下手だからこそ、はい、この、どんどんちょっと逆にやってみようかなっていうことで。すごい、じゅんさんみたい。一緒でしたって言ってて。そう、じゅんさんも苦手だったって言ってたからさ、うん、そう。あともう、じゅんさんの話は絶対受けたいなって思ってたので、そう。いや、なかなか、すごいですよ、先生の人柄が。ねえ、本当に。初めてそんな。嬉しいですね。うん、そんな人に言われたの初めて、はい。ありがたい。これからもまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい。はい、お時間になりましたので、はい、また来週生放送ですかね。はい。お届けできればなと思います。はい、じゃあ、最後にお相手のお名前よろしいですか、はい、お相手。あ、自己紹介っていうか、なんだろう。あ、はい。最後、お相手は何だろう。カリナでした。あ、そうそう、そんな感じ。あ、今日。あ、そうですね。はい。シャイニングアース輝く地球のカリナでした。いいんですか？すいません。はい、お疲れ様です。いいんですか？これで。あ、全然いいです。全然いいですね。はい。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。誰なんて。ね、梅色式部さんとか、なんちゃったのか。志保さんって言って、僕はすごく出産のに、いろいろ勉強させてもらったし。ジュンさんも勉強したんですね、出産について。うん、すごいですね。すごい。この人のおかげでね。じゃあ、一旦、じゃあ一旦終わろうかな。終わります。ね、よろしくね。一部配信、一旦終わります。はい、YouTube でこれは流すので。